じゃあ見た目作っていきましょうか。ちょっとまあ練習でちょっと軽くやってましたね。まあどんなもんかはある程度わかります。まずは顔。肌の色はまだいいか。ちょっと順番に見ていきましょうか。ベースとする顔を、まあどれにしようかっていうことですね。うん、いろいろあるね。アジア人だ。うん。まあこの中からベースを選んでということでしょうね。うん。ちょっとそうだな、これかな。うん。うん、これでいきましょう。で、肌の色、ちょっとやっぱり、レベッカはちょっと黒人なんですけれども、あんまり色が黒くない。褐色という感じの黒さ。ここですかね、ここだね。よし。歯。歯とか選べんだ。あ、なるほど。刃がちょっと尖ってる感じね。綺麗な歯並び。前歯。矯正してる感じか。スキッパ。で、金歯。ね、ボロボロの歯並び。なるほどね。刃が出てるの可愛かったりするのかな。ちょっとこれにしてってみようか。うん、肌のディティール。ああ、なるほどね。シワ。なるほどなるほど。ほうれい線とかか。つぶつぶがついてるな。ほくろね、なるほど。そばかす。もうちょっと種類欲しいようなほくろも。場所とかね。そばかすもしかしたら入れるかもしれないけど、ちょっとまあ。まあこれでいきましょう。髪型。ちょっと待って、こんなん女性でしょ。なるほどなるほど。まあ順番に見ていこうか。ショート。なるほどね。うん、いや、すごい種類あるな。男性がしてそうな髪型がやっぱり多いかな。うん、ミディアム。この辺りからようやく女性らしさ出てきますね。うん、なるほど、なるほど。ポニーテールかな、やっぱり。今グラセフでもポニーテールにしてますからね。本当はあの三つ編みお下げとかあったらそれにしようかなと思ってたけど、ない感じだしな。後ろでまとめてんのかこれ。なるほど。なるほどね。あ、これちょっと似てる、寄ってるっちゃ寄ってるな。これのお下げ欲しいな。なんかディズニーキャラにいそうだなこれ。ディズニーで出てきそうな感じだな、もうすでに。もういいじゃない。ああ、ポニーテールね。うん、だいぶあるね、髪型ね。アフロ。え、後ろどうなった？ああ、こんな感じか。なるほど。なるほどね。これで行こうか。うん。これで行くんだけど、ちょっとこれにしといていい。よし。じゃあちょっとこの辺りをまた後にして。
顔を作りましょうよ。で、これまたパーツこっから選べますね。おでこの感じだね、これね。ちょっとわかりづらいけれども、なるほどなるほど。ちょっとそうだな、こんなちょっとね、あんまりこうゆるい顔してないというか、レベッカは何かを狙っているような感じなんです。これにしよう。眉毛、眉毛を選択。まだね、これ詳細自分でいじれるんですけど、ちょっとパーツを選んでいきましょう。まずはね、女性らしいこう眉毛にしてやりたいんで、この辺りですね、眉毛なし。ウーピーゴールドバーグさんだな。ウーピーゴールドバーグさんですね、これね。これかな、うん、これだな、うん、これですね。よし、じゃあまず目、目もちょっと上から順番に見ていきましょうか。まつげが短いタイプ。やっぱちょっとまつげ長めの釣り目、うん、かな、レベッカは。ちょっといいのあったら候補として考えてよ。この辺りとかいいですよね。あ、これいいな。あ、これも、これも感じ出てるな。今ちょっとグラセフのレベッカのこう顔写真見ながらやってるんですけど。あ、これか。いろいろタイプはね、こっからいじれるんだからね。すごいな、こんなにたくさんある。これで全部か。これで目の出具合とかはあるな、やっぱり。どれだったかな、覚えてねえ。これじゃない、これじゃないけど、これも可愛い。これか、うん、これじゃなかったかな。これですね、これだ。で、鼻、上から見ても、あ、なるほどね。こうキュッてこう上向いてる感じの鼻がいいな。こうじゃなくてくるんって上向いてる感じ。なかなかないね、そういうタイプ。あれ、何も一つもなかったな。それはなんか設定なのかな、これ。じゃあ前から見てよう。
ちょっと待ってね。順番に見ていきますよ。あれ、なんかピンとくるやつねえな。これかな。とりあえずこれにしておきましょうかね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これだな。これだ。これが一番近い。レベカも行ってみたらこの唇お化けですからね。まつい唇でもどっちかって言ったら下唇の方が厚い、厚ぼったい感じで、への字口ですからね。順番に見ていこうか。これだっていうのがあるかもしれない。への字口は多分後で自分でいじってだと思うんだよね。刃出ちゃってかわいい。あ、でもこれはちょっとちげえな。あ、じゃあちょこれか。これかな。まあ、ちょっととりあえず全部見てみよう。うん、これですね。これか。これだ。うん、で、これは。目か、うん、これだよね、うん、いじっちゃダメだ。ほっぺた、うん、ほっぺたの感じ、うん、ちょっとシャープすぎるな。もうちょっとゆっくりしてていい。いいんじゃないの。いいバランスのやつじゃないこれ。ちょっと待ってね。これね、うん、よし。あ、これもいいな。ちょっと待って、こっちと。あ、なんか明かりの当たり方違うな。こっちのが私好みですね、うん、こっちにしよう。なるほど。これもあれだね、あのフォルムっていうか形は変わらないんだよね。はい、当たり方、明かりの当たり方がほっぺたへの、うん、変わるよという感じだね。うん、これか。いいね、パーツだけでも全然。これね、真ん中のやつ。ケツアゴと呼ばれるやつだね、これ。あれ？なんか変わったな。
こんなんじゃなかったよ、俺が最初のやつは。これか。これもまた後でいじれるんだろうな。エラの感じ。なるほど、これ。これですかね。うん。大きさぐらいだね、変えれるのが。よし、じゃあここからちょっといじっていきましょうか。サイズか、これ。あ、ここでサイズだ。なるほどなるほど。ちょっと尖ってる感じ。うん。で、口の位置ちょっと上げて、詳細モードみたいな。ああ、なるほど。あ、個別にサイズ変えれるわ、これ。なんなら。いいね、唇をこう強調させてほしい、レベッカ。うん、そうそうそう。唇ちょっと広め。ちょっとやりすぎた。ちょっと上唇やりすぎた。ここどうなるんだろう、ここ。くるんってなんないのかな。鼻が全然いじれない。あ、いけたいけたいけた。こういうことですよ。あれ？そういうこと？あ、なるほど。このサイズを変えれるのね。あ、ちょっと待って、漢字変わるな。ああ、これだ、これ、これ、これです、これ、これだ。くるってなったでしょ。わからん。ぎゅるんってならない。あ、ま、向いた、向いた。あ、これだ、これだ。ちょっと豚っ鼻になりかけてる感じ。あ、いいね、いいですよ。ただ、鼻が高えな。あ、縮められた。目だな。全然違うとこ。これで詳細モードだと変わるのか。なるほど。ああ、そうだそうだ、これだ。うん、いいですね。あれ、もうこれ以上上行かない？口は。
ちょ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 。あ、いいね、いいね、いいよ。難しいな。あ、これでシャープになるの。なるほどなるほど。いいよ。目をね、目の位置もちょっと高いと思う。目の色、うん、目の色ね。でもグラセフのレベッカグレーにしてんだね。これまぶたちょっと下げたりできたの。あ、できる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 じゃないですか。これですよ。これは？あ、いける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 、いい。あ、いいね。一気に不機嫌になった。いいじゃないですか。うん。ちょっと目大きいかな。はい、こういう感じ。あ、一気に良くなってきたぞ。ちょっと顎がシャープすぎるかな。良くなってきたのではない？ちょっとこのほうれい線どうにかしていけどな。あ、こっちに向けたらいいのか。なるほど。美人になってきたぞ。ちょっと鼻の頭を大きくしよう、うん、
なんか顔全体を、あ、そういうことできんの、そういうことできんの、なるほど。なるほど、なるほど。全体で、うん、見た方がいいね。あ、表情がつくともう全然違う。いい、美人。いいじゃないのよ。なんかディズニーキャラみたいな感じになるんだよな。すごくいい、それが。ちょっと待ってね。ここがもうちょっと欲しいな。これ詳細モードだよな。なるほど、いいよ。すごくいい。すごく美人になってきた。これでいいのかな、とりあえず。これで一回作ってみますか。ね。いいじゃないですか。いやー、いいのできたな。どれだっけ、髪型。これか。あ、なんかでもこっちの方がいいな。こっちの方がいいな。あ、いいよ。うふ。メイクアップ。順番に見ようか。ああ、なるほどね。目を大きく見せるやつね。あ、いいよ。セクシーでございます。すごいな、シムズ4。こんなにキャラクリこだわってる。あ、いいね。これでもね、レベッカってのこの、そうそう、これか、これこれだ。こう目の周り、こう、暗い感じにしてるメイクなんですよ。あー、これだな、こっちだな。うん、これは行き過ぎて、うん。これだな、うん。これですね。ちょっと順番に見てみようか。とりあえず。なるほどね。これ色変えれるんだぞ。すごいな、この辺り。全体的に、あ、なんだ、あ、そういうことか。あ、こっから選ばなきゃならないのか。なるほど。一回解除してできないか。あ、解除できた。アイラインも、チークも、全部解除できたね。アイシャドウカラー選ばなきゃならない。なるほど、なるほど。どれだったっけな、下の方だね。これ、これじゃない、これだ。これだ。うん。これ、色変えれる。ちょっと、これぐらいでいいかな。うん、これぐらいでいいんじゃないでしょうか。うん、ハイライナー。なるほど。これじゃない?あ、これもいいな。全部いいな。あ、これ、これいい!これいい!これだ!なるほど、まつげの感じ変えれるね、これね。あ、いいな、キュッて上に上がったやつ。あ、どうしよう、こっちの方がいいな。どれだっけ、これだ。あ、でもどうしようかな、これだな。うん、このちょっと薄い
色味のやつがない、うん、ちょうどいいのがない。これちょっと待って、やっぱ薄い色味の方がいいかな。あー、こっちの方がいいかな、うん。うん、これでいいや。チークは私はあんまり入れない。口紅に。あー、なるほどね。グロッシーな感じね。マットな感じね。なるほど。マットのグラデーションみたいな感じだね。あ、上唇、下唇でちょっと変えてくるみたいな。これが多分一般的なやつじゃないの、うん、よくある口紅。なるほど、なるほど。ああ、すごいな。ラメってんな、これ。こんなにパターン。こういうツヤツヤのグロスのやつのさ、こう暗めの色とか黒人に合う。これね。こっちのがいい。なんかでもちょっとエロすぎるな、これは。うん、程よいのないかな。あ、これぐらいじゃない、これ。どっちかだな。いるなぁ。こういうのいるなぁ。あわ、なんか自然な色味のやつないの。あ、これですね。これですよ。すごいな。今までのシムズ知ってる人だと嘘でしょってなるぐらいすごいな。ざっくりとしか決められなかったからね、今までね。なるほど、フェイスペイント。ああ、なるほど。こんなのつけれるよと。ネタに走りがちな人はこうですね、うん。アクセサリー。メガネやっぱり、かけさせてからな。ピアス。こっちかな。色変えれる。シルバー。あまりゴールドじゃないですよ。レベッカ。もうちょっとでも、ゲームのレベッカはちょっと鼻筋通ってる感じなんだよ。何が変わったって言われると説明できないんだけど。あ、じゃ、じゃ、変な選んじゃった、選んじゃった。これだっけ？これだね、うん。こっちはちょっと、あ、こっちの方がいいのかな。こっちの方が明かりの当たり方いいのかな、こっちの方が、うん。顔が明るく見えるね。今更だけど。
アクセサリー決めてたね。ピアスが決まった。メガネ。いろんなメガネがありますね。これだろうな。うん、ちょっと古いタイプになってきちゃうな。あ、これでもいいな。なるほど。ヤクザの幹部みたいな。あ、いいね。あ、でもこっちのが、こっちのが一般的だな。うん、これでしよう。なるほど、なるほど。ネックレス。ドックタグだな。ドックタグの方がいいな。アラクレ感出てていいな、レベッカの。いいね、これでいいね。顔はこれでいいでしょう。さあ、じゃあ次は、ボディエだ。ちょっとさ、ちょっと。ちょっとすいません、レベッカさん。ちょっとすいません、ちょっと一回脱いでいただいて、申し訳ないんですが申し訳ないんですけど、ここだね。いろいろすげえすげえ。なるほどね。うわー、こんなんなんだ。こっからだから、ああ、基本のモデル、まあこの辺りだろうな。うん、これで、ああなるほど。うわ、ムキムキ。これするとガリッガリンスになるんだ。ああ、暴れが、ああなるほど、暴れが浮いちゃうんだね。ガリッガリンすぎると。真ん中ぐらいがいいのか。なるほどなるほど。これで、ああなるほど、お腹のデクワイを。ああ、これも影響あるな。体のガリガリ具合にはこれも影響あんな。いいな。どうですか。ちょっとやっぱグラマラスにしておきたいから。こんな、あ、ちょっとシックスパックになっちゃう。これ背丈って上げられないのかな。上げられないのかな。背の高さみたいなのはないか。基本的には背の高さは一律な感じなんかね。詳細みたいなボディでは変えれないんだね。なるほど。よし、じゃあこっからいじっていきましょうか。ああ、首はやっぱり細めの、感じで。そしてやっぱり一番最初に決めたいところ、ここだね。ちょっと一回限界まで上げてみて。ちょっと待って、お腹のサイズがあれなのかな。急にセクシー。とりあえず一回極端なところまで
なるほど。あんまりケツ大きい方が好きですよ、もちろん。ただ大きすぎどうかと思うわけ。安産型だな。なるほどな。これもやっぱ自由にいける。太ももの太さすごいいいな今、うん、ベストなんじゃねえってくらいいいな。ちょっとやっぱ太ももに合わせたやっぱふくらはぎのサイズってもんがありますからね。私は腕ちょっとね太めの女性の方が好きなんですよ。やっぱバランスよ、うん、体がちょっとボリューミーな人が好きなんでね、あんまりでも気づいてんの嫌だけど、すげえエロい体験だった大丈夫かなこれ。あーあーなるほど、位置もいじれんだ。へえ、限界まで今上に上げてみました。こんな感じ。ああ限界まで下げてみました。すげえいくじゃん。あー、柔らかす、柔らかすと言ってどうすんだ嫌いじゃねえな。ちょっとだけ、まあね、若者ですから、いくらなんでもっていうのがあります。いいね。ちょっとサイズ下げてみようか。あんまり大きすぎてもっていうのがあるからね。あ、いいんじゃない、バランス的に。もうちょい欲しいな。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうかね。お尻これ垂れさせられないお尻は垂れさせられないのかな。大事ですよこれ、私にとっては。これ動かせられないね、これね。もうちょっとだけサイズ落としてやって、うん、いいバランスなんじゃないですか。バランスの、うん、ここでしょうかね、うん、いや、いいじゃない、素晴らしいですよ、レベッカ、うん、レベッカですよ、私のグラセフの完全に、うん、いいね、決まりでしょ、これで服着せなきゃダメだから服ね、ブラウス、うん、なるほど。ちょっととりあえず全部見てみようか。服どんなんあんの。あ、なんからしいのあるな、かわいいのあるね。へえ、うん、あ、いいな。もう一回脱がして、ジャケット、いいじゃない、やんちゃなやっぱりキャラクターですからね、こういうのも欲しいところですよ。あ、いいじゃないこれ、色どんな感じなんだ。あ、なんか白いシャツね、いいね、いいね、はい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 、なるほど、パーカー、あ、グラセフこんなんあるわ
グラセフあるな。あ、バイカーのジャケットみたいな感じだ。あ、なるほどなるほど。あるな。あるじゃないの。T シャツ。かわいいよ、もう全部。あ、こんなのあんの？部屋着にしちゃったりするんじゃないのこれ。US。あ、ちょっとお乳がでかいから歪むな。セーター。いろいろあるね。あー、いいよ。オフショルダーのね。あー、いいな。あ、いいな。いい。すごくいい。これは400円じゃ安すぎる。このゲームは。この段階でね。あー、なるほど、なるほど。あー、いいね。あー、いいな。あー、いい。これはレベッカっぽいな。ぽいな、これは。なるほど、なるほど。あー、いい。かわいらしい。かわいらしいな。ボタンシャツ。あ、なるほどね。これ野球のユニフォームみたいなやつだ。トレーナー。あ、かわいらしいキャラクターの。何このゲーム。スーツジャケット。ああ、なるほど。はい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 。いいね。ポロシャツ。ポロシャツも着せてますよ、もちろん。ブラジャー。あら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 、ブラジャーだ。スポーツブラ的なやつだね、これね。こういうのが一番なんなら好きですよ。ああ、なるほど。ちょっとセクシーな感じの。あ、これそもそものやつか。なるほど。これはおっぱい大きい人用のやつだね、これね。あまりこうプルンプルンしないやつ。何言ってんだこれ。あー、水着もこんな感じの。あんまりでも水着バリエーションないんだな。ちょっと待って、これ一回消してからのベスト。あー、なるほど。アメリカ産ですね。あー、なるほどなるほど。あらららら、らいいな。らしいよ。あー、でもちょっと色味がな。色味がちょっとやんちゃすぎんな、これは。なるほど、うん。トップスはこんな感じです。全身。え、こんなにある？ちょっと待って、これ全部ご紹介するの大変じゃないかな、これ。なんだろう、これ。あ、バスタオル。お風呂上がりなんです。これ何？ピエロ。ドレスかな、エプロン。あ、保育士さんみたいな感じ。なんかもうこのセットでもいい感じだよな、このあたり。ああ、いいね。あ、いるよ。どっかで見たことあるの、これ。あ、これ、これを着てるおばちゃんがよくランニングしてます、私の。あの色違うけどね。私のね、家の界隈ではこの着たおばちゃんがランニングしてます。これは着ぐるみみたいなやつ？宇宙服の着ぐるみみたいなやつ？これつなぎだね。あ、いいじゃない。へぇ、すごいな。これ全部見れたのかな、今ので。違うな。ジャンプスーツ。
でもある程度見れたよね、今のね。これあれ、ちょっと待って、ドレッセイ。あらららららら、すごい。セクシー。ああ。お、ウェディングドレスだね。いずれ結婚するときあんのかな、シムズの中でも。すごいな、金魚みたい。なるほどね、ドレス。ああ、セクシーだな。なんかパーティーとか行くときだよね、これね。うん、こういうの。ショートドレス。ああ、なるほど。何個か見たよね、この中に。ああ、でもこの辺り見てねえな。こんななんか、ボデコン。懐かしの。ちゃんと落ち着いたやつもあるね。すごいじゃない。あ、セーター。こういうのちょっと弱いよな、男は。長いセーター着てるみたいな感じのドレス。ああ、なるほど。パジャマだ。ジャージ。へえ。これは？あれ？上着？上着はないの。コース。ローブ。バスローブなのかな。ランジェリー、ランジェリー。あー、なるほど。あら、すごい。これ、なんかないの？ストッキング的なやつ。とセットでしょ、これ。これ何？うわー、これは。これはずるいよ。あ、保育士さんね。はいはい。水着？あ、ワンピースタイプの水着もあるよ。これをどっかで見たことあるな。なるほどね、すごいな。セットだけでもボトム、これもう全部見せるか。ああ、なるほどなるほど。あ、いいね。タイトなジーンズ。ねじ込んでほしいね。なるほど。スカート。これまたスカートも、いろいろバリエーションあるね。これもう、キャラクリだけで遊べるな。すげえな。すげえな、ほんとに。ああ、いいよ。なんかこう、ジーンズ。ああ、これじゃないの。これじゃないの。これだよ。これ、レベッカでしょ、これ。うちの。ああ。やんちゃだもん。あ、こっちの方がやべえぞ。ローライズのだ。捨ててこう。スキンタイト。なるほど、ぴったりしてるやつね。ジーンズ。ああ、いいね。なるほどね、うん。クロップドパンツ。なるほど、なるほど。丈の短いやつ。下着。今着てるんですね。これはちょっとここが透けてる感じのやつなのかな。でさっきのあれか、セットのやつだ。
セットのやつのやつ。これは。ああ、なるほど、ショーツだね。うん、水着。ああ。うんうんうん、なるほど、なるほど。スポーティーですね、こっちは。ああ、なるほどね。すごくない？アクセサリー。もう、これはもういいよね、ざっとで。何これ？あ、なるほど、なるほど。ドレスとかでこういう手袋ってことね。やるやるな。細かいところに力入れてんな。これは何？あー、ストッキングですよ、これは。あらららららら、ちょっと色これじゃないでしょ、これでしょ。あー、ストッキングです。やだ、ストッキングですか、これは。うん、間違いない。半分のやつか、アミタイツだ。すごいな。これはこれはこれタイツだね。本当にタイツだね。え、ああ、そういうことか。合わせられんだ。ああ、なるほど。ニーソー、靴の靴下。ああ、軍足だなこれ。先じゃん、灰色の部分とか見ると。ああ、なるほどね。スクールソックスみたいな感じです。ああ、なるほど。こういうタイプのストッキングね。さっきのガーターベルトみたいなやつに合わせたらってことだね、これね。すごいじゃない。何これ。こんなん。どうしろってんだ。どうしろってんだ。ちょっとなんかふざけた靴もあるね、これね。ブーツとか。パンプスかな、これね。スニーカー。ちょっと色があれだけど。なるほど。ブーツもちゃんとある。サンダルもあるね。ヒールだね。ヒール、あ、これグラセフで見たな、このヒール。革靴。ああ、なるほど、なるほど。長いブーツないのかな、これ。太もものとこぐらいまで来る長いブーツとかないのかな。すごいじゃない。これハーフスニーカー。これがハイヒールだね、多分。これがパンプスか。そうだね。惜しいな。ロングブーツであるけど。すごい種類。これなんだ、これ。すげえな。ライダーブーツみたいな。ウサちゃんスリッパ。これ、ファイナルファンタジー14でこれあったな。高いんだよ、めっちゃこれ。スリッパ。さすがに、すごい長い丈のブーツはないか。いや、まあ、でも十分だよね。ないね。というわけで、これで服は見せれたね、全部ね。うん、さて、じゃあ、こっから選んでいきましょうかね。どうしようかな。ジャケット。
ケットじゃないか。T シャツ。なんかちょっと、もうちょっと考えとけばと。セーター。かわいい。あ、いい。これでしょ、うん、ちょっといろいろ見たいところだけども、これにさせてくれ。ボトム、短パンのローライズのやつ、かわいい。ちょっとね、淡い色のこれですよ。あ、でも濃い色のがいいのかな、この上が淡いから。そうだね。で、普通ブーツなのかな、長いブーツを履かすべきなのかな。あー、なるほど。いや、確かにね、ウエスタンブーツ履かせてる時あったんですよね。ああ、スニーカーじゃねえしな、サンダルでもねえしな。ああ。なんかちょっとこのブーツの感じちょっとおかしい気がする。足がなのかな、うん、やっぱこれじゃないな、ちょっともうちょっとこう、うん、うん、やっぱ長めのブーツだろうね。これはねえな。これでやっぱウエスタンブーツで、ちょっと待ってね、アクセサリーで、あ、そうなっちゃうんだ。ちょっとブーツ一回外しての、あれ、種類選べねえな。どっちがいいんだ。あ、これだな。ちょっと色見ていこうか。茶色か。かわいい。ブレスレット。長袖だけど、影響出んのかな、これ。ああ、やっぱ見えないか。じゃあいいや。いいね。すごい、すごいな、このゲーム、本当に。普段着。あれ？あ、あー、そういうことですか。これだから、あれだね、あの、シチュエーションによってこれ、着替えさせられたりできないの、これね。フォーマル、運動着、パジャマ、パーティー、水着、暑い季節の服、寒い季節の服。なるほど。これちょっと作るか。フォーマル。一回脱いでいただいて、全部。
フォーマルだからやっぱりこの辺りでしょう。ショートドレス。うん。ああ。ここでしょう。これだな。黒か白ないのかな。ちょっと待って、こっち見てみよう。こっちは白あるな。どうしよう。こっちにしよう。これにしよう。で、アクセサリー。シルバーバング。何なんだろう、正確には。金属のブレスレットだね、これね。ここちょっとエレガントすぎるな、これ。指輪。うん。中指の。うん。多分これ黒にしとくといい感じの。これはやっぱりパンプス履かしたいですね。あ、ちょうどいいのあるじゃん。これですよ。いいのではないでしょうか。黒の方がいいのかな。いや、茶色か。茶色だな。うん、で、そうね。あ、フォーマル。フォーマルですね。ネックレスってどこで選べたんだ。顔か。あんまり高くなさげなやつが欲しいんだけど。高いでしょ、この辺りだって。これのシルバーとかない？これか。フォーマルですね。で、メガネ。これあれだな、メイクも落ちてるな、全部。全部最初からなんだ。フォーマルだからあんまりこう、がっつりやらない方がいいのかもしれないね、メイクを。ちょっとしてますみたいな。過ぎだな。ちょっと待って。ちょうどいいんじゃないかな。これか。淡いな、全部。うん、これでいいでしょ。落ち着いた感じの。あ、いいですね。あ、ちょっと待て。あ、これだな、これだ。あ、これです。いやいや、ね、落ち着いてる。フォーマルです。あ、いい、フォーマルですね。普段着と比べてみましょう。普段着、髪型とかこれ変えれないのかな。変えれるかな、これ。
じゃあすごい。フォーマルこれだ。もうちょっとこう、あ、いいな、これだな。完全なフォーマル。髪型、あ、やっぱ変えれるんだ。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない、いいですよ。運動やすごい。あ、いるなー、これいるなー、レベッカ。これいるなー、これでいいんじゃないかってぐらいいたな。もうちょっと髪まとめた方がいいんじゃないかなって思うわけ。こういう感じじゃなくて、こういう時やっぱね、髪が邪魔にならないようにみたいなね、そういうロールプレイであってほしいわけですよ。波、長さ変わってきちゃうんだよね、これだって。これこそこれか。なるほど。ああ。いいね。アクセサリーだけ。ああ。あ、なるほど。レギンスはあって叱るべきだ。どっちなんだ、こっちかな。でもこれ、こっちの方がスポーティーじゃない。だってな、黒。あ、これだね、これでした。だよな、やっぱな。これは何だろう、タンクトップか。ちょっと待ってね。面白いんだよな、もうこれだけで面白いよ俺。申し訳ないけど。あ、いいね。ウィーフィットトレーナーさんみたいな感じでいいな。あは。もうちょっと、もうちょっとなんかこうライトな。これだな。これでいいでしょ。で、メガネ。ちょっと待って。ブレスレット。これあれでしょ？あの。あれ違うな、なんだろう。じゃあなしでいいや。メガネ、なしでいいんじゃない。うん、なんなら。あ、いいな、かわいいな。これにしよう。運動するとき、これ運動するから化粧なんてしなくていいよね。なるほど、決まりです。あー、いいよね。
パジャマ。なるほど、なるほど。ちょっとでもやっぱりね。メガネいらない。もちろんノーメイクです。全部ちょっと一回脱いでいただいて、ね、全身あバスローブって感じじゃねえんだよな、うん、ランジェリーこれでしょ。あんまり派手じゃない色の色なんです、ね、で、スリッパーかす。スリッパー。うん。いいで、ね、いいよ。で、髪型ですね。点のほどいったらこんな感じみたいなのがいいの。違うな。これでいいか。なんかちょっと違うな。これか、うん、そうだね。あ、これでも、うん、でも結局言ってるの。これでいいや。寝るときこんな感じですね。さて、パーティーパーティーパーティー、まず髪型からいこうか。パーティーですからね。パーティーですからね。これでしょ。これですよ。で、ちょっと派手めでしょ、やっぱりここはね。あ、いいんじゃない、うん、入れてみよう。ここはあえてアクセサリー、これでしょう。ネックレス、さすがにここでドッグタグはね。いいんじゃない。いいじゃないですか。
母。で、一回ごめんね、脱いでもらって。そんなブーツ履いてんの？これで、セットだったかな？違うな。ロングドレス。あれ？なんか。あ、なるほど。フィルターかかってたの。なるほどね。やりすぎてるのかな。ショートドレスの方がいいのかな。あー、これいるね。グラセフにいるね。これちょっと後で色決めようか。あー色だな。手黄色い人みたいな人。なんかこう落ち着いてる色の方がいいのかな。いやでもまあ若いからな。設定ではこの辺りで攻めますか。うん、色が違うだけ。光沢が違うのかな、これ。パステルカラーこっち。あ、全部の色があってことか。はいはいはい。まあ無難に黒ですよ。いいじゃない。網タイツかな。むしろなしかな。おう、いいんだけども、この手袋をつけるんだったらもしかしたらロングドレスの方がいいのかなとか思ってきちゃった。私、うん、ああいいんだよね。やっぱり金魚はいいんだよね。これでいこう。ちょっと張り切りすぎじゃないって感じだけどな。これでもやっぱちげえな。張り切りすぎだよなこれな。エヴァ初号機の色の。うん、これだね。で、ちょっとさ、これで手袋をこっちにしてみよう。いや、なしの方がいいのか。うん、ちょっとやっぱこっちの方が若さ出てくっていい。これだ。ガチャガチャさせる。いいね。あは。うん。
良いのでは。これでいいか。これだな。うん。いいですね。パーティーよこれ。水着。なるほどなるほど。一回ちょっと脱いでもらっていい？私が決めるか。スタイルルックってな。金箔の、あ、こんなの選べんの？自然な脅威。金箔のきらめき。ああ、なるほど。そもそもあんな。あ、かわいい。これでしょう、これでしょうよ。でも多分これ泳ぐ時もこれみたいなことしそうなんだよな。まあいいか、それはそれで面白い。ノーメイクでいいでしょ。いや、ちょっとぐらいはさせておいて。お出かけだから、きっと。差が分かんない。こっちだな。じゃない？暑い季節の服、なるほどね。また最初から。あは。腰抜いて。T シャツかな。これしかないのかな。タンクトップ、丈の短いタンクトップってないんかな。いい色ねかな、これ。これ白あったらな。どうなんだろう、これ。でですよ。
うん。帽子。じゃない？うん。あ、いろいろある。いろいろあるけど、そんなにない。うん。後ろ向きの帽子が欲しかった。つばが後ろ向いてるやつな。これで、あ、そういえばだ、タトゥーとか入れてなかったな。一応グラセフでも入れてるのと同じような感じでいるよ。背中になんかいいのねえな。これでいいか。この2つにしよう。オッケー。はい、きれいにいい感じだった。めっちゃな感じですよ、レベッカも普段フォーマルスポーツパージャマパーティー水着、うん、暑い時寒い時。なるほど、一回全部、まあ、もう一回脱いでもらえよう。あ、じゃあタトゥー消しちゃった。うん、帽子、全部一回外しとこうか。あ、いいや、メガネ、見えないと思うけどな、ここが。はい。さてと、ジャケットかな。寒い時着てそうなジャケット。ああ。でもこれ寒い時用のやつじゃねえな。セーターは、セーターもちげえな。スーツジャケット。全身の方なんかな。セット。上着か。なるほど、こんなんなんの。うん。
なるほどね。これでじゃああれじゃない。女性的外したジャケット。なんか厚手のやつないんか。ああ。上着。あ、こっちの方があったかそう。ああ。なるほどなるほど。この辺りだな。違うな。ああ。だな。ブーツでしょ。無難だけどもこれが間違いない。冬場。うん。
楽しい、このゲーム。まだキャラクリしかしてないのに。いやー、面白いな。こんなに自分の理想を作っていけるとは思ってなかったな、シムズで。よし、これで完成したね。うん。普段着。フォーマル。スポーツ。パジャマ。パーティー。水着。暑い時。寒い時。寒い時なんか、帽子かなんか、にしようか。なんか、スター・ウォーズ的なやつくんだけど。ほら。ほら。レイヤ姫。似合ってるし、なんか。なんかないかな。これ何？バンダナか。ああ。いいね。はい、うん。これでいいね。手袋とかもする？寒いっていうのを表現させるために。アクセ、手袋。色だな。ああ。これか。うん。こっちだな。よし、オッケー。これにして。性格、あ、声とか、ザンブームエナバシフェブネロボ、これ男性の声だ、あ、こっちに夜に連れ女性の声なんだね、ホーリーナインモコーサ、あ、いい感じ。スキンボーユナブラ。What a Tuesday. あれ？スキバユムーブ。あれ？ラムピーバーラスキン。あ、なるほどなるほど。わかったわかった。左さん3つが多分女性の声。右3つが男性の声。それの高い低いだ。なるほど。アウグレズヴィンキーラ。アンブーヤアスキンナ。ワンジーニーラレイ。The Tisa Wallake. Zuby Web. なるほどなるほど。Yifitume. 真ん中がいいな。Zaffle. Upleva. Narshkul Smeba, huh? And a prep kit off. これだな。うん。よし、じゃあ始めますか。やっと始めんのかい。行こう。ギャラリーを開くなんだ。これはウィリアムズ・レベッカ。これはシムを追加。ギャラリーからシムを加える。新しいシム追加。性格診断でシム追加。これなんだ。フィナイアスクーノサーパーバチョーグ。シムに二人目ってこと？いや、いいでしょう。これちっちゃい子とか選べんの？スキューシモハム。これは関係を編集する。ああ、親が設定されていません。あー、兄弟作れるってことか。面白い、これ。ケマレ
ティーンだな、これね。サワークピック姉妹レベッカ。じゃちょっとレベッカに寄せないとダメだよね、これね。私の名前はウィリアムズ。これはすいません、まだ始められそうにないなウィリアムズさん、はい。レベッカ、妹ちゃんの名前どうしよう。弟の方がいいかな。弟の方がいいな。どうしよう名前選択。創造性、なんかちょっと天才肌みたいな感じにしようか。すげえ頭いい。あ、ランダムにちゃってる。うん、これでいいね。いろいろあるな。オタク。オタクいいな。はい、いいね、いいね。あ、あ、うん。じゃあちょっとジェイコブ作っておこう。肌の色も。似たような色がいいね。これだな。うん。歯列矯正してるみたいじゃん。歯並びの悪い場所。髪型。髪型はちょっと後だな。とりあえず坊主にしてみよう。よし、ね、
これでしょ、うん、目ちょっとやっぱ鋭い、あ、お姉ちゃんに似て鋭い目の方がいいな。こっからいじるか、じゃあ眉毛。可愛い顔になってきたな、いいぞ。お姉ちゃん唇お化けだからね。弟もその DNA の継いでないと。あとへのじくじね。いいよ。肌の色はちょっとこんなもんか。でも、うん、髪型変えよう。ここですぎてるな、顔が。ちょっと待って、髪型が邪魔してる。一回坊主になってもらった。はい、これよ、これ、うん、幼さが出てくるでしょ、これ。
こっちの方がいいのかな。黒人の男の子だからな、一応。デコ広いんだよな。デコ広いんだよな。鼻が整いすぎてん。デコ出すぎだろお前。どうやってお前デコを引っ込めんだもんそれ。可愛いんだけどな。でこもうちょっとどうにかなんねえかな。目これ以上も上がらない。いいね。いいおじい。帽子かぶす。いや、どうしようかな。帽子ない方がいいな。かわいらしい。ちょっと太ってるな。ちょっと待って。違うボディだ。お前首元いじれないのか。チャリさせとくか。あ、いいね。ちょっと待って。セット。全身セット。マリオか。ああ、いいよ。ドレスなんてない。全体。ああ、なるほど。男性的。女の子の格好もできんだ。何でもできんな。色変えるか、これだ。ルイージもあんだ。ちょっともうちょっと一般的な色がいい。これいいな。で、靴を、スニーカー。
がいいんだけど、ちょっと表情が豊かすぎる。可愛いな、でも。メガネ隠さす。メガネ隠さすか。ダメ。のび太くんみたいになっちゃうな。いや、メガネ違うか。ジェイは。うん。いや、弟できた。ちょっと途中離れた弟。レベッカの姉妹。ちょっと声は。ウォーナースレス。ジャマクゾ。カピマベフネイ。これだね。いいね。楽しい。何これ、弟作れんの。あ、いいな。よし、じゃあやろう。あ、兄弟だ。この世帯でプレイします。よろしいですか。はい。世帯とギャラリーを共有する。あげれんのこれ。ウィリアム付け、どうも。レベッカです。ちょっとフランクな感じ。私たち兄弟よ。町に呼んでください。ハート。いいね。これを共有してプレイする。